今日の宿に着いたよ。着きましたね。そうだよ。もうすぐで着きますよ。通り過ぎた可能性はあるよ。見つけたよ。見つけた？この上だね。あそこに書いてある。加賀屋って書いてある。あの高い建物だけど。あれだね。うわ、門かっこいい。人が走ってきた。すごいよ。あ、受付のお兄さんがいる。いやー。うわ、すごい。いいなぁ。加賀屋こんなすごいんだ。これはいいなぁ。こんにちは。これはいいなぁ。すごいじゃん。これね、これはいいなぁ。迫力満点じゃん。こんにちは。はい。はい、どうもおはようございます。はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、ということで加賀屋に入っていきます。はい、失礼します。すごいね。おもてなしの最初がすごいよ。40人ぐらい両サイドを合わせると並んでて、あれアニメでしか見たことないよ、ね、いらっしゃいませ、いらっしゃいませって40人が一気に頭を下げていただいて、僕らみたいなもんに。そうそうそう、なんかええすごい、いいのみたいな。緊張するよ。今チェックイン終わったので、このままねお部屋の方に行きたいと思います。はい、10階です。部屋がここすごいじゃん。そうあ、これ吹き抜けになってんだ。10階モミジのロックです。ドアすごくない？めっちゃかっこいい。すごくない？これここでベッドルームがあって、ベッドルームがガラスの扉で、これだけじゃないです。ここに和室でございます。すごいね。すごくない？めちゃめちゃ広いし、景色もいいし、うわーって感じ。ここだけしかもすごいよ。そうだね。で、ここに行くと別の部屋があって、テーブルもあって、ここで後でタカが仕事ができるね。仕事もできるね、ここ最高じゃん。仕事しないでしょ。はい、で、またベッドルーム。あ、繋がってんだね、こっちからで。今、一回ぐるっとしました。鏡があるよ。本当だ。ハロー。で、最後は先に見たけど、おお。ただこれが狭い。見て、こちらお風呂、ここは個人のお部屋の部屋風呂だね。ただ露天風呂とか大浴場あるので、そう考えるとめっちゃおしゃれじゃない？いや、めっちゃ広いこの感じよ。じゃあというわけで、ここの部屋でちょっとゆっくりしましょう。これから多分中井さんが来てくれて抹茶で失礼いたします。はい、ありがとうございます。お召し替えお待ちいたします。はい、少々お待ちくださいませ。これで疲れが取れる。で、あらかじめクローゼットにご用意しておりまして、はい、女性が紅色、男性が紺色でご用意しております。はい、本当だ。長い橋。うん、あれ、あそこに見える橋って何橋なんですか？あれは、能登島大橋ですね。そうなんだ。はい、館内で、お部屋番号とサインで。でもこの帯の番号とサインで買い物できるってことだよ。それはちょっと危ない、ね、海外のリゾート地だよ。やめよう、それお金をいっぱい使えるよ。サインだけでどんどん買えるよ。それはやめましょう。バンバン買えるよ。ちょっと部屋でゆっくりできたから、今からちょっと1階でお店とかいろいろあったから、 それを見に行こう。ここに舞台があるよ。え、本当イベント用じゃない？そうなんじゃない？すごくない？わーい。はい、カットカット。ここにこうラウンジがあって、今からここに行きたい。これなんかすごいね。いい江戸時代に入ったみたいな。あの撮影に使えそうだよね、この雰囲気。ねえ。お土産も売ってる。いや、これすごい雰囲気よ、本当に。これ可愛くない？なんか神社があるよ。いや、これすごいよ、本当に雰囲気作りが本当に上手だと思う。上手で、しかもこのホテル何めちゃくちゃでかいね。でかい。うお、おお、あれやば。バーがここにあるよ。夜の時間8時半から11時までやってるんだって。だからここで座って、なんかその周りを楽しむのが雰囲気めちゃくちゃいいよ。見てこれ、皆さん、マジックショーとか美術館があるよ。あれもステージだよ、一応。あ、本当だ、ここコンサートとかありそうだね。ここでコンサートしてもらって、お酒飲みながら上と下の
ラウンジで。そうだね、楽しめる。これはお金かかりますよ。うん、これはもう3階まで見える、4階まで見えるよ。雰囲気がすごい。マジックショーがやってるよ。え、今日もやってるよ。1人2000円。じゃあ今からはどうする？さっきラウンジのお姉さんが説明してくれた、このホテルくるっと回って外の景色を見に行きましょう。これは多分僕らの視聴者の中でも加賀屋さんに泊まったことある方はいると思いますけど、これ感動しますね、うん、本当にめちゃめちゃ。あ、外暑い。すごいね、外もおしゃれ、中もおしゃれ。さっきのね、お姉さん曰くね、ここから見える夕日が沈む景色が抜群に綺麗なって。あ、あそこに露天風呂がある。露天風呂の今裸のお兄さんが手を振ってました。開放感抜群じゃん。そう考えると露天風呂から景色を楽しむのがいいよ ね。お風呂タイムだよ。タカ、お風呂入りましょうか。入りましょうか。俺らもうおるよ。じゃあタカもう遅いや。いやもう迷ったよ。何を迷うことあるの。なんか変なエレベーター登って10階まで上がって、あれなんか違うなと思ってもう一回降りて、で違うとこあるにエレベーター登ったら、あれまた違うなと思って、最終的におばちゃんに聞いたよ。それぐらい大きいです。で、何その顔。の何やってるの。バー怖っ。あ、それ何もらったの、買ったの。いや、そこにあったよ。あ、入ってるの。じゃあ俺もやろう。何をやってるの。え、パック。そうそうそう、目に合わせて。やっぱり顔でかいな。レナこんなんじゃなかったよね。ということでパックしてご飯だね、この後。そう、超怖。ご飯のお時間でございます。呼ばれましたよ、部屋まで来てくれたよ、ね、同じ階にあるよ、ここ。え、これは個室ということだよ。じゃあ完全個室のご飯じゃん。すごい。乾杯。くーま、いただきます。これ美味しそうだよ。うまい。グラタンの味。うん。わあ、うまそう。マグロとカマス、そしてタイとガンドでございます。うん、ピンク色のものが練り物がイカのつみれで、右側にちょっと隠れてるんですけど、これはジンマスオと申しまして、お出汁がすごく美味しいので、ぜひお出汁も汁も、はい、お召し上がりくださいませ。うまっ。スープがめちゃめちゃうまい。はい、最後にちょこっとのご飯とお肉、めちゃめちゃのカニのスープ。お肉はうまそう。どう思う。うん、うまっ。うダブダブは触るな。なんでお腹いっぱいじゃん。うん、頑張る。食べ過ぎたよ。食べた食べた。横に なりましょう。よいしょよいしょよいしょ。ここだったよね。ああ。お腹いっぱい。ああ。上に乗ったら殺せよ。吐くよ。お腹押したら吐くよ。おい。おい、あー、お腹いっぱい。ああ。で、空いてる方に種を入れくださいませ。はい、おはよう。ま、朝ごはんです。また昨日と同じ場所で。あ、おはようございます。おはようございます。さらかご飯とにものをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。すごいよ。もずくのとの絹もずくでございまして、はい、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんだこれは、なんだこれは。お腹いっぱいすぎてもう一回寝るよ。今から準備して出発出発。ちょうど8時です。チェックアウトのお時間です。ということで、この豪華な旅館ともお別れです。残念。加賀屋本当に良かった、うん、また来たい。多分1年後また来てると思います、僕ら。そうだね、お気に入りになりました。じゃあここでこの動画を終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。
また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。